山本直樹は、栃木県宇都宮市出身のレーシングドライバー。1994年から6歳でカートを始める。2002年に全日本カート選手権 FA クラスでシリーズチャンピオンとなり、2004年、2005年とイタリアンオープンマスターズ FA クラスに参戦。2005年にはシリーズランキング5位となった。2006年、鈴鹿サーキットレーシングスクールフォーミュラに入校し、 成績優秀者としてスカラシップを獲得。2007年はホンダフォーミュラドリームプロジェクトからフォーミュラチャレンジジャパンに参戦し、自身の地元である第15戦と第16戦で2連勝を決め、シリーズランキング2位を獲得している。2008年はホンダチームリアルから全日本海3選手権、全日本選手権クラスにステップアップし、第9戦で初優勝を果たしたものの、 シリーズ5位に終わった。2009年は HFDP レーシングより全日本海3選手権 N クラスに参戦。第6戦、第7戦、第10戦で優勝し、地元モテギで第11戦、第12戦でに連勝した。この際、モテギには山本直樹応援席が設置され、地元の友人が中心となった手作りの応援が行われた。その後も第十三戦、 第14戦と連勝を重ね、最終戦を待たずにシリーズチャンピオンを獲得した。2010年は、中島レーシングより全日本選手権フォーミュラ日本に、チーム国光から、スーパー GT GT500 クラスに参戦。スーパー GT 開幕戦では、デビュー戦ながら荒れたコンディションの中タイヤ交換を、していない HS、HSV-010 GT で粘り強い、走りを見せて、 三位表彰台を獲得した。2011年は、フォーミュラ日本では、中島レーシングからチーム無限へ移籍。スーパー GT GT500 クラスは引き続き、チーム国光から参戦。フォーミュラ日本では移籍早々開幕戦で自身初のポールポジションを獲得。しかしレースでは1コーナー先で接触をきっしりタイヤに終わる。その後は勢いに乗れず、シリーズ11位に終わった。 スーパー GT ではシリーズ9位。2012年はチーム無限よりフォーミュラ日本にスーパー GT GT500 はチーム国光と変わらず。開幕戦では一度抜かれたセルモの立川雄二を残り2周で抜き返し初優勝のチャンスを得るが最終ラップに再び抜き返され2位に終わった。このバトルは2013年シーズン開幕前に 作られた公式 PV でも名シーンとして採用された。2013年はスーパーフォーミュラにチーム無限からスーパー GT GT500 にはドームレーシングから参戦。第5戦鈴鹿 1000km ではフレデリック・マコビッキーと共に悲願の GT500 初優勝を果たし、勝利者インタビューでは一目もはばからず涙を見せた。 スーパーフォーミュラでは開幕戦から調子を上げ、第3戦で自身初の表彰台を獲得。迎えた最終戦を前にシリーズ1位、2位のアンドレ・ロッテラーとロイック・デューバルが FIA 世界耐久選手権に参戦するため、欠場という状況ではあったが、2レース制の最終戦で2つのポールポジションを獲得。レース1では、 自身初優勝、レースにでも条件ギリギリの3位に入り、スーパーフォーミュラの初代チャンピオンに輝いた。2014年は、スーパーフォーミュラは引き続きチーム無限。スーパー GT GT500 は、ドームレーシングから参戦。両カテゴリーともに、新型車両導入のシーズンであったが、ホンダ勢はのキナミック戦を強いられる。その中でもスーパー GT では、大雨の、 第 5500km レースにて、ホンダ勢ではシーズン唯一の勝利を飾った。最終戦までチャンピオンの可能性を残し、シリーズ4位で終える。スーパーフォーミュラでも序盤はポイント獲得が精一杯であったが、第5戦、第6戦と2戦連続でポールポジションを獲得。ホンダ勢では最上位の9位でシリーズを終えた。 2015年のスーパー GT はチーム国光に席。伊沢拓也とタッグを組んだ。第6戦スゴでホンダ勢唯一の優勝を飾る。スーパーフォーミュラは引き続きチーム無限から参戦。最終戦第2レースでホンダ勢で唯一となる優勝を飾った。2016年スーパーフォーミュラ2016年はスーパー GT では引き続き、 チーム国光から伊沢拓也と共に参戦。マシン開発で遅れを取り優勝はできなかったが、第5戦で3位表彰台を獲得した。スーパーフォーミュラでは引き続きチーム無限から参戦し、開幕戦で優勝した。2017年も、スーパー GT は、チーム国光から伊沢拓也と共に参戦。第3戦で、ポールポジションを獲得したが、優勝はできず3位に終わった。 また、第6戦でも3位表彰台を獲得した。スーパーフォーミュラでは、GP2 チャンピオンのピエールガスリーを迎え2大体制となったチーム無限から参戦した。2018年のスーパー GT は、チーム国光から参戦。チームメイトには、2009年間1チャンピオンである、ジェンソン・バトンが加わった。第6戦で優勝し、 キーパートム SLC500 と同点で臨んだ最終戦で直接対決を制し GT では初となるチャンピオンを獲得したスーパーフォーミュラでは昨年まで GP3 に参戦していた福住一司令を迎えたチーム無限から引き続き参戦開幕戦と第3戦で優勝した後ランキング3位で迎えた最終戦では予選でポールポジションを獲得し 決勝では、ランキングトップであった、近藤レーシングのニック・キャシディの猛追から逃げ切って、見事に、ポール・トゥ・ウィンを成し遂げ、逆転で2013年以来となる、ドライバーズチャンピオンを獲得した。これにより山本は2004年のリチャード・ライアン以来となる、国内最高峰カテゴリーのダブルタイトルを達成した。2019年のスーパー GT は、チーム国密で、バトンと2年目のコンビを組む。 スーパーフォーミュラは8年間在籍したチーム無限を離れ、服従と共にダンディライアンへ移籍。開幕3戦連続表彰台とポイントリードを築くも、後半戦は苦戦し、最終戦鈴鹿でキャシディに逆転されタイトル防衛を逃したが、ダンディライアンのチームタイトル獲得に貢献した。2018年にスーパー GT とスーパーフォーミュラのダブルチャンピオンを獲得したことから、 海一参戦に必要なスーパーライセンスの発給条件となるポイントをクリアする見込みとなった。山本自身は海一挑戦に意欲を示し、山本正志やバトンら周囲も後押しする姿勢を示した。2019年のレギュラーシート獲得はならなかったが、海一のレース現場に数戦帯同し、2019年日本 GP の金曜日午前のフリー走行1回目への出走が決まった。 なお、スーパーライセンスは、ポイント基準に達しておらず、2019年の成績も、加算した上で発給された。日本 GP では、トロロッソのピエールガスリーに代わってに出走。初めての F1 マシンにもかかわらず、チームメイトのダニールクビアトが出したタイムから0.09、オチのタイムを記録した。ありがとうございます。